いよいよその2年生になると就職をだんだんやっぱみんな考え出さないといけない時になった時に、うん、私何がやりたいんだろうって結構悩んでたんですけど、うん、その頃はもうアートディレクターになりたいとかグラフィックデザイナーになりたいとか、うん、というよりも何がやりたいんだろう、デザインは楽しいけど何だろうって思ってて、うんうん、なんかデザインを考えるの楽しいけどしんどいなって、そこの前でずっといるのが辛くなる瞬間とかも結構増えてきてた頃で、うん、考えなきゃいけないし、考えなきゃいけない、うん、生み出さなきゃいけないしっていうような感じで、だからなんとなくグラフィックデザイナーもいいけどなんかクリエイティブ関係の仕事がやれたら、うん、まあ、それでいいかな、楽しそうだったなっていうくらいに思ってました。ちょっと間口を広げたというか、あ、そうですね、そうですね、いろんな方向を見ようと、はい、うーん、この映像美術という、うん、なんて美術っていう仕事っていうか、これはどのタイミングで知ったんですか？は、その就活そろそろやっぱしないとなっていうタイミングで、うん、その頃にあのミクシーっていう SNS サービス、これもちょっと懐かしい、うん、サービスがすごく流行っていた時期で、ミクシーってあの部活というか、なんだろう、趣味の同じ人たちが集まることのできるグループ、はいはい、ありましたね。うん、でそこにもうなんかいろいろなんかこう、うん、なんだろう、アイス大好きとかそういう、うんうん、自転車大好きとかなんかいろいろあったと思うんですけど、うん、その中に、うん、そのアートディレクターの野田凪さんのグループがあって、うん、あ、そうなんだ。で、その野田さんの作品が好きな人とか、うん、あとはその野田さん自身もそこのグループに参加してて、うん、でそこの中で、そこの中の掲示板で投稿があると通知が来るようになってて、うんうん、である日野田さんの投稿で、うん、いつも私の作品を撮るときにお世話になっている、うん、私のその就職して先になるんですけど、うん、その会社の、うん、株式会社ハタとかってばってところなんですけど、うん、ここが人を募集しています、応募待ってますっていう投稿があったんですね。おお、憧れの人がそんなことをしていたんだ。すげえ。そうなんです。高校の時からこう総演を見た時から憧れていた、うん、野田凪さんがそれ投稿されてて、それ見た時に、あ、こっちでも憧れの人とも一緒に働けるチャンスあるのかもと思って、うん、発行しようかなって思ったんですけど、うんうん、なんかその時卒業制作やらなきゃみたいな、結構こう、なんだ、将来のことっていうよりとにかく目の前のことをクリアしていかなきゃって気持ちがすごい強くて、なぜかそこで応募諦めちゃって、私で、あ、まあ無理だよなみたいな気持ちがあって、うん、応募諦めて、で、で、まあ卒業制作を、まあ、一生懸命やって、うん、で、まあ、無事終わり、うん、まあ、そうなるといよいよ、うん、年末だったんですよね、その時、うんうん、実家帰る前に就職しないとなと思って、うん、親に学費出してもらってるのに、ね、合わせる顔ないんだけどどうしようっていう気持ちで急に現実が、あと急にその目の前のクリア、目の前のことをクリアしたら、卒業制作のことをクリアしたら、次はいよいよ就職がやってきちゃったんですよ、目の前ので、どうしようって思って、まあ、毎日なんかこうネットの新卒募集してる会社チェックしての欄とかをチェックしてました。うんうん、で、こう見続けたある日、うん、こうなんか見覚えあるぞこの文字って思ったんですね。うん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 、まさか。それがまさか株式会社ハタデコラティブアートだったっていう。うん、そうなんだ。あの時応募するの諦めた会社求人募集かけてるって思って、うん、でその時の募集内容が確かセットデコレーターを募集していますっていう内容で、うん、セットデコレーターって何って最初思って、うん、あとはなんかこう
広告側がちょっともっと分かりやすくするように書いてあったのが、うん、テレビ CM を多く撮らせる会社です、うんうんうん、いろんな雑貨家具に触れられますとか、なんかそんな、うん、ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、そんな感じのことが書かれてて、うん、まあそういう動向は置いといて、あ、ナギさんが募集してたハパートだってなって、そうだよね。もうなんかその時に、あ、これ運命かなって本当に思って、そうだね。確かに。って思って、もう応募しましたすぐ。その時は。すごい。いやでもなんか本当情報に恵まれてる感がすごいあるよね。それはあるかもしれないです。結構タイミングで、そうタイミング。もうなんかこう、あの時逃したの、これは逃しちゃいけないってすごく思って、その時に。うん、で、応募して、うん、面接して、うん、めっちゃ成人式終わったばっかりの1月とか、うん、学生のうちから、3月までインターン、2ヶ月かな、うん、?1 ヶ月くらい研修期間があって、うん、で、卒業してそのまま4月から入社して、あ、すごいっていう感じでした。なんかめちゃくちゃタイミングバッチリじゃないですか。はい、旗入ったのなんかすごい運命的だったんだね。うん、そうなんです。へあんまり言う初めて聞いた。その説明するのがすごく長いから、うん、こう高校生から追って話していかないと。小学校から野田美さんとの出会いもあるし。そうなんだ。うちら旗にいた時からしか知らないじゃん、むしろ、うん、話になるのって。すごいドラマチックじゃん。その前の今聞いたら面白いね。うん、